こんにちは、フィーフィーですえ。韓国では今、BTS の所属事務所の中でお家騒動が起きています。そこで K-POP の闇に関するもう暴露合戦が始まりました。では、まず何が起きているのか、簡単に説明します。え実は今、BTS の所属事務所である h イブ e は、その傘下にある a d o という事務所と経営権で争っています。 アドアが経営権を奪い取ろうとしたとして、アドアの代表が今、ハイブから刑事告発されています。アドアの代表は女性で、K-POP の世界では有名なプロデューサーでもあって、韓流アイドルのヒットメーカーとして高い実績を誇っています。ただ、アドアの代表は記者会見を開いて、自分にかけられた疑惑を全面的に否定しています。 私は事務所を乗っ取ろうとはしていない私が背部を裏切ったのではなく背部が私を裏切ったのですとそう主張していますで訴えられた彼女が記者会見の中でもうそこでとんでもないことを暴露し始めました K-POP の間では他のアーティストの音源やスタイルをパクることが横行しているだとか、あと特典をつけて CD を大量購入させているだとか、あとアーティストとの奴隷契約が存在するとか、 そんな K-POP の闇をずらずらと話し出してしまったもんですから、まあ大変です。韓流全体のイメージが下がると、韓国の音楽業界に大きな衝撃が走りました。まあこのことがあって、ハイブの株価も暴落しました。で、そのお家騒動から、今韓国国内では、K-POP の不正疑惑にまで問題が発展しています。 K-POP アイドルの音楽チャートでのランキングで以前から不正があるのではないかというような疑惑が出ていましたが、韓国国内では今まさにそのことが騒ぎになっています。韓国政府が不正があったのかどうか調査に動き出しました。 韓国のエンタメを世界にご利用するために、韓国には政府機関があります。それが文化体育観光省というものなんですが、ここが韓国の男性アイドルグループ BTS の音楽買い占め疑惑などについて調査を開始しました。韓国国内から K-POP の不正について調査してほしいという要望が政府に届いたからです。 これ韓国国内からの要望です。また不正疑惑を受けて BTS に対して韓国政府が授与した表彰を取り消してほしいという声もあるそうです。実は BTS 関連の音源買い占め疑惑が浮上したのは2017年1月です。今に始まったことではありません。これ韓国で音源の買い占めがあったのではないかと発覚したのはある事件がきっかけでした。 とある人からある脅迫状が BTS の事務所に届きました。そこには、私は BTS が不正な方法でマーケティングをしているのを知っている。その資料も持っている。もしお金を渡さなければ、この資料をメディアに流すと、まあ、こう BTS の事務所を脅す恐喝事件が起きました。 こうした脅迫メールが当時 BTS が所属していた事務所に8回も来ていたと言います。で、この恐喝に対して所属事務所がここで日本円にして約650万円を出したと言うんです。まずおかしいのはなんでお金を渡したのかということです。そこが気になりますよね。普通、恐喝されているならすぐに警察に相談しますよね。この後事務所が被害を訴えてこれが事件化されます。 犯人も捕ままって裁判が行われましたでその裁判の判決文に買い占めだとか不法マーケティングという表現が書かれていたんですねでここで BTS の買い占め疑惑が世間に知れ渡りましたで k p o p に関する不正疑惑が韓国で騒がれるようになったというわけです この時世間はそもそもなぜ恐喝されて事務所が犯人にお金を支払ったのかそこが指摘されました裁判でもこの点は問題視されています、まあ、結局その後も BTS の音源買い占め疑惑は収まりませんでした、まあ、あれから随分と年月が経って今回韓国政府が不正があったのか調査に動きました でこれ今頃動き出したのは BTS の事務所であるハイブのお家騒動がきっかけですハイブの件が騒がれたタイミングで過去の疑惑も掘り起こされたということですで韓国政府が不正疑惑の調査に動くとアーミーと呼ばれる BTS のファンが大激怒しました 韓国政府に対して BTS に謝罪しろという内容の抗議文をいくつも送りつけていると言います。ファンたちは韓国政府によって BTS が誹謗中傷を受けているとぶち切れているんですが、え疑惑があるのだから、まあ、調査に動くのは別におかしいことではありません。まあ、しかも実際に何もやましいことがないのなら、それこそ疑惑が晴れるので BTS にとっては良いことではないでしょうか。 まあ、ちなみに BTS についてはこの他に以前からカルト宗教との関わりも騒がれていてこのことが今回の音源返し目疑惑と一緒に、まあ、韓国国内で今話題になっていますそれにしても韓国ってあの芸能界のことに政府が動くんですよね BTS を海外にご利用しするために国が予算を出したり外交の場に引っ張り出してきたり 韓国政府が散々 BTS を利用してきたのだからまあ今回の件でも韓国政府が調査に動いて、まあ、韓国らしいなといった感じで不思議ではありませんけど、まあ、そもそもアイドルグループを政府直々にご利用しするなんて国はないですよねこうして韓国政府が芸能界の騒動に振り回されていること自体が、まあ、世間から見れば異様に映るでしょう BTS のファンは韓国政府に対して具体的にこんな内容の抗議文を送っています。韓国政府に BTS を面倒を見る資格はない。韓国を世界にアピールしてきたのは BTS なのに。韓国政府は本当に恩知らずのクズだ。BTS は韓国という間違った国にいると。まあこんな具合の抗議文です。 BTS のファンは韓国政府が BTS を散々利用して世界に韓国そのものを売り込もうとしていたことをよくわかっているから、まあ、こうした文句が出てくるわけです。韓国の家電製品なんかを海外に PR するときなんかも まあ、韓国のアイドルたちが抱き合わせで宣伝なんかに使われていました。まあ、ただ、一つ言っておきたいのは、どれだけ韓国のアイドルをマーケティングに使ったところで、韓国が世界に売り出したい商品の中身、クオリティが良くなければ結局売れませんからね。まあ、韓国がやるべきことは製品のクオリティを向上させること、まあ、そっちが先です。で、この買い占め疑惑のことに関して BTS のファンは、韓国政府にだけではなくて、え所属 所事務所のハイブに対しても怒ってもっいますお家騒動が起きたから、まあ、それがきっかけでそこから音源買い占め疑惑にまで飛び火して BTS まで批判されているこれは所属事務所が経験争いなんかをしているからだとそう怒っているわけですただ事務所に怒るにしてもそのやり方がもうあまりにも気持ちが悪いんですねのの本社の前に ハイブに死亡宣告を下すなどと書かれたお葬式用の花を大量に置いていましたもう嫌がらせですまたファンの人たちは車体の側面にメッセージが表示されるトラックも用意しましたでこのトラックのスクリーンにはハイブは嘘だらけだもうこんな事務所に信頼はない 役員たちの喧嘩にアーティストを巻き込んで楽しいかなんて、まあ、そんな文字を表示させてそのトラックをハイブの建物の前に駐車させていましたあとそれだけではありませんファンは新聞に声明も出していますそれから BTS の買い占め疑惑に対してアーティストに対する批判や誹謗中傷には法的措置を取るとも発表しています まあ、いずれにしろ、今回のハイブのお家騒動で、この騒動が BTS の音源買い占め疑惑にまで飛び火して、また K-POP の闇までもが暴露されるというところにまで発展しました。お互いに罵り合ったり、暴露合戦を繰り広げたりと、まあ、このままではまさに共倒れです。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんは、 どう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。